Welcome to Chui Channel. どうも、チュイです。Welcome to ガンダムオンライン。さあ、回そうぜ。ジーヨー。なんでもかんでも、セーガー的な言い方をするのは良くないと思います。まあ、ジオが、ちょっと面白そうなんで、機体解説作るのにも、一役買うんで。まあ、47あるんですけど、これは、このエクストラガチャイベントですね。とことをいろいろ頑張った結果という感じなんですけども、まあ、行きましょう。まあ私は通例だと大体1回から2回だから20回ぐらいはっていう通例なんですけど、まあ行ってみましょう。ああザクセル、まあだけど一応一つ出ましたね、銀ね。これでチェックはし、まあだけどどうだろうな、銀で。まだもう一回行ってみましょう。もうなんか淡々と行きますよ、淡々と。ああれジオの要請書が出てましたね。とりあえず見ましょうよ、うん、どんなもんなのか気になるところだと思うんで。要請書どこよ。いたいた、でかいね。ビームライフルとか持たすのやめようよ。で、ブンロク様はもうとりあえずリペアガン、ビームシーズン困ったか、まあこれちょっと見ましょう。コンレンタルですけど、でかいね。やっぱりデブは厳しいと思うけどね。ここ外し、ん？ここ外しとく？はい。あ、グループ普通に変わってる。オデッサ沿岸部も今週あんのか。ニューヨークとオデッサ沿岸部があるんですよ。いやね。アートレンジ系になってるからさ、ちょっと厳しいマップですよね、ジオンにとってはね。なんかおかしくない比率が。格納庫が違うもんね。そういうことか。キーボードを間違えてなんか操作できねえなと思ったんです、さっきから。ちょっと画面変えましょうか。はい、こんな感じです。音が、あ、移動しながらできんだ。しかもワンクリックしたらずっと発動してます。マジか、それ便利だな。武器切り替えもしかもできる。あー、攻撃をすると切れます。攻撃しながら無理。あー、これ便利ですね。でちゃんと回復もするんだ。でブーストはかなりジャンプ力はありますね。ただドムっぽいなと思ったんですけど、ドムではないですね。武器はホバー系かなと思ったんですけど、ホバー特性は持ってるっぽい感じはするんですけど、感性は働いてないです。あ、働いてるわ。まあ、働いてる、失礼しました。だから、ホバー特性っぽい感じですね。こう逆方面行くと、こう、感性が働いてるでしょ、今。あれ、他の機体はないんで、普通だとブースト。ほら、今みたいにすぐ向けないんで。なんかピュー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 しますけど。3000分の前面シールド、前面っていうのは前ね、前のシールドを持ってます。で、あ、覚醒がちょっと時間かかりますね。出た。あ、7000、超減るの早いんだけど。うわー、なんだそれ。超減るのが早い。あは、これ早すぎじゃねえかな。墓標を立てられた。すげえ早えな。線があっという間に溶けていくぞ。あーあーあーああ、しかも回復できないでしょ。もう回復しない。これは
30秒も持たない。10秒ぐらい。その代わり格闘のモーションが2段式になって、よろけもしないし、みたいな。まあ、ぶっ飛んだキャラですね。二段式になってます、はい、1,2,3,4,5 格闘通常格闘も5段式になっていて7000になりますけど一瞬で解けますから。ビームソード、しかも初期型ですねこれね。なぜ初期型にしたのかっていう、 D 式とか入れろよって話ですけど、レンタルで使えたら困るとか、レンタルでこんなの増えちゃ困るんでっていう。これは回復ですね。リペアガン。早いですね。これ回復。で、ダッシュ回復。ダッシュ回復。新しい。ダッシュ回復だぜ。これが攻撃。これが攻撃モードですね。ダッシュ。まあ、割といいんじゃないですか。伸びもいいし。まあまあまあ、おまけ程度だと思いますけど。索敵中。比較的綺麗だ、こんな感じ。これ支援好きというか支援機体を使っている人にとってはものすごく使いやすいんじゃない、面白い機体になるんじゃないかなっていう感じ。ちょっとコストが高いかなという気がするんで、300はね。まあ本当に支援考えるんだったらフリッパーでいいとかナイトシーカー2でいいやってなるんですけど、もうカテゴライ俺が回復しろぜ。俺がダッシュ回復だぜ。アホや。おもろい。左面積は、まあ、結構広いです。格闘だけ見るとどうでしょうね。どういう感じでいくかっていう。この切り替えると、この横投げで通常格闘、縦にこうやるのでヒールですね。ヒールするときは、これ手がこういう形で青くなりますね。赤くなったら攻撃。近畿とは長めですな。面白い機体だと思いますけど、ちょっとコスト280ぐらいだったらいいなと思うんですが、コスト300では少し運用が難しいですね。いや、ちょっとネタ的なポジションで使いたいけども、ちょっと難しいという気はするんですけど、どうでしょう。まあやっぱり被弾面積はでかいよ。だから一過性で終わるとは思うんですけど、まあただ、だってほらおかしいもの、この大きさ。被弾面積がおかしいから。お前、スキュールと同じぐらいじゃねえかっていう。他の機体は、ここに隠れることが可能です。あ、ギリギリ。あ、ギリギリ。ギリギリ。しゃがめます。しゃがめます。これ、普通ノーマルですから。2、3、4、5。1、2、3、4、5。うん。まあ、実際、だから10秒ちょいぐらいで、しかもその状態で攻撃も食らうから、まあだから5秒とか、本当に5秒とか、そういう一瞬に生きろっていう、しかもそれでコスト380だから、まあネタですよ、ネタ枠は超えないと思います。うん。だけど、まあこの防御が思ったよりいいから、あとはそのバーニアがどの程度、こんな射撃武器なんていらないから、どうせね、だバーニアとこの格闘とこのガードで、いかに、ガードで近づきつつ、で、こういう形で発動しては行くぜみたいな。で、オーバーヒートはするから、コンカスですかね、追加装甲あっても、これぶっちゃけあれですね、オーバーヒートはしますね。コンカス、安定でしょうね。追加装甲あっても、一瞬で解けるから 15% ぐらい上がったところでという感じでしょう。そうなると、やっぱコンバットカスタムか、呼吸カスタマイズもぶっちゃけ元が早いからね、1364って1400ぐらいいくんで、そう思うとまあ今回3点ですな。
今回そうで、いかに一瞬にかけろみたいな。まあこのただ火力はあれと一緒です、最高速と一緒で、まあ例えばトリントンとかのをやるのはいいんですけど、対歩兵の1機や2機に使うのもったいないレベルなんで、5秒のために10分消費しなきゃいけないんで、そう思うとまあ本拠地かなっていう気はしますけど、この機体でいけるのかっていう気はするんですが、まあ、そんな感じでございました。割とお祭り要素的な感じが強いんで、まあこういう方向はありだと思います。ただ両軍ミラーっていうのはちょっとどうなのかなっていう気はしますが、私はね、だったらもう Z とかもコストロ360以上全部ミラーにしちゃえって思いますけどね、下は別に別でいいけど上はミラーにしてしまえばいいの。わそう、今週2枚ですって。今週前ログインだけでもしとくといいかもしれないですね。じゃあ2枚もらったんで一回もう一回いきますか、最後に。はい、てたん、残念、ポチッドーン。お前どんだけ俺にザクデザートタイプ使えって言うんですか、 F2F 攻撃とか。ここが掘れたんだけど。くっそ、あ、もう一回言っちゃった。はい、もうこれ本当に終わりです、これはもう終わり。そんな感じでございました。うん、1万5000円ですからね、50回って言うてもですよ、今50回約50回ですけど、もうエクサガチイベント終わりましたからね、もう入手がほとんどできない、あと1ヶ月で、しかもこの2枚も使っちゃったし、しゃねえな。50回交換所、最後のワンチャン交換所、50回目。出ませんでした。はい、銀のみ。まあ、いいかなっていう感じですね。いやー、まあ、まあまあまあ、もういい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 。ネタ枠です。まあ、ただ、その格闘の種類ですよね。銀だと何がないんだろう。ああ、プレッシャーがないんだ。まあ格闘機の本当に神風特攻機でした。いや、ビームレンタルがビームソードってのはちょっともったいないよね。もうちょいなんか D 式とか T 式とか欲しかったです。あえてレンタルではそうしてないんでしょうけども、ちょっとそれが納得いかないところではありますが、そんな感じでございました。今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。出ませんでした。1万5000円。1万5000円分では出ないということです。いや、出てる人もいるんでしょうけど、私は出ませんでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。